源氏物語千年記とは、源氏物語の成立千年を記念して行われた様々な事業である。紫式部日記の刊行5年11月1日の上に、若紫や、源氏などの記述があることを根拠とし、2008年が、源氏物語が読まれていたことが記録上で、確認される時期からちょうど千年を迎えることを、大きな節目と捉え、 記念行事が実施された。現氏物語1000年期事業の中心的な推進組織として、現氏物語1000年期委員会が置かれていた。現氏物語に、ゆかりの深い京都府、京都市、宇治市、京都商工会議所をはじめ、近畿の各府県や諸団体、文化庁などにより構成され、会長には、京都文化交流コンベンションビューローの村田、純一理事長が就任した。 源氏物語千年期の事業は、源氏物語千年期委員会との関係で、主催事業、共催事業、講演事業、共産事業に分かれており、事業の趣旨、目的に応じて、委員会が事業者側に支援を行ったり逆に、委員会が事業者側に対して共産金、または、物品の提供を求めたりしていた。同委員会のもとで実務を行う組織として事務局があり、 京都と東京にオフィスが置かれていた。以下のような現氏物語に関する様々な事業が実施された。ありがとうございます。